前から駆け上がるということもほぼほぼないので、できないので。さあ、クラブに来ました。本当に木の高さを超えて番手を持ちますと、まず距離はいかないと思うんですよね。これどこを狙って、多分、はい、今もう一度もし後ろからの映像になると、はい、超えるにしても、はい、もう本当こっち側でしょうね。そうじゃないと低い方の方を超える狙いでしょうか。ああ、もう本当に下の低い、下の方に狙いましたか。今のは足上がりの傾斜強いです。ピンまでは70ヤードほどになります。まあ、あの、はい、勝選手ウェッジが58度まで入ってて、58度が距離フルショットだと90ヤードなんですよね。ですから、まあ、少しコントロールして打ってくるでしょう。はい、あの70ヤードほどある距離なんですけども、勝さんはしっかりグリーン面まで補足をして、ピンの前の状況を確認して戻っていきました。うん、次がパーパットです。ああ、一時単独トップに立ちましたが、ワンストローク差、9アンダーでピンまで152でしたっけ。打ち上げではあります。そうですね、ちょっと短いの入れてるのかもしれないですね。最後はすでにフィニッシュしました。こちらは17番、でくれたので、あのライン的には分かったと思います。あとは結構カップ前に登ってますので、あのそこカップまでしっかりどれぐらい打ってこれるかっていう感じですね。やっぱり戸塚のグリーンっていうのはエネルギーを受けてて、やっぱり上りと下りのそのタッチの差がありますからね。ここはやっぱりどうしっかり打てるか、そのしっかり打つ中でもやっぱり切れるラインなので、はい、読めるか、パーセーブしたいですよね。入れた。ナイスパーセーブ。諸見里さん、どうですか。いやー、あのラインはいくら分かってるとはいえ、やはりよく打ってきましたね。さすがです。いやー、思い切って打ちました。15、17、難しい、しびれるようなパーパット、いずれも沈めました。数字の上では可能性としては低いかもしれませんが、まだわずかながらチャンスを残して最終ホールに勝みなみは向かいます。次の優勝を目前に迫ってきています。勝みなみ18番ティーショットです。18ヤードほどしかなくて、この左右のバンカー、特に右のバンカーがプレッシャーかかるんですけどね。あ、最後どんなフィニッシュ見せてくれるでしょうか。さあ、グリーン上映像切り替わりました。こんにちは。2パットでタイトルに手が届くはずです。あっと、どうなのか。
ろあの2人がちょっとラインが違くてこう角度的に、うん、いやでもこれめやっぱり珍しいですね鈴木選手。いやこれだけのコースとは思いませんでした。そうですね他の2人がのラインパーパットいやー浮き詰まる最後のパットでした。いいよセカンドショットですね諸見里さん。はい上り終えて136ヤードになります。ちょっとアゲンストの風が吹いています。勝さんでしたらピッチングが9番アイアンぐらいのクラブになってくると思います。9番ぐらいですかね。このショットで、うん少し向いたと左にオーバーしました。まあはい、勝選手、まあ、今年でも勝ってるんですけど、はい、リゾートトラスト で、まあ、飛距離もすごく伸びてるんですけどやっぱりこのちょっと縦の距離とかやっぱそういったところ この力がついた部分で その体の、なんていうの使い方っていうのが、若干ずれる時があるのかなと思いますね。そうですね今日もあのショートアイアンでグリーンを外す場面が何回かあったので、うん、少しちょっとタイミングがインパクトの時に合ってないのかなっていう場面は何回か見られました。勝、うん、がセカンドショットを打ち終えた時点で鈴木愛の1年8ヶ月ぶりですね、はい、今シーズンとしては初めての優勝ツアー17勝目が決まりました。さあそして最終組がいよいよクラブハウスに戻ってきます。生中継でお伝えをしています。この番にいないとできなかった分かんなかったこともあると思うんですよ、だからそれを次にねつなげてもらえて飛距離が出る選手なのでね本当にこれから楽しみですよね、はい、まだまだですし。そして勝はもう気持ちとしては狙っていくような、うん、はいあのラインもとてもいいのであのチップに狙えるアプローチだと思います。第3打行ったか入ったやりました。うわ本当に入りました諸見里さん。はい諸見里さん本当に今日ショットちょっと苦しんでいたんですけどもやはりグリーン周りのアプローチパッティングはさすがですね。とても良かったです。なんかこう入ればいいよねなんて村口さん ねちょっと話してたんですが、はい、結構ね受けてるんですよこちらから。でもやっぱりこう、本人も、ね、狙ってましたね。これでなんかこう、負けはしましたが、はい、気持ち的にはこう、すっきりしてコースを後にできるんじゃないでしょうかね。いや見せ場はたくさん、この終盤のホールだけでも15、17のねところもありましたし18は最後バーディー。ですからあのやっぱりショットが悪くても、はい、ああやってスコアをしっかりこう、気持ちを強く持ってます。長い道のりだったなって思いました。そんな長い道のりの中で鈴木選手の支えとなったものは何だったのでしょうか。うん、そうですねやっぱ支えてくださる皆さんがいたのでもう本当にスポンサーの方には本当に毎年毎年怪我だったりあのメンタル的にも本当にきつくて毎年毎年何かしら1ヶ月ぐらい休んだりしてたので本当に申し訳ないなっていう気持ちはすごくあったんですけどでもゴルフやるのが本当に辛かったのでそれでもスポンサーさんが支えてくれたので本当に嬉しかったです。そんな中での今日の優勝プレーについてもお聞きしたいのですが、はい、まずはあの後半の14番ホールのボギー、はいはい、あの時の心境はいかがでしたか。そうですね、まあ、いいショットしたんですけど右に外れちゃって、はい、ありがとうございます。あの3打目入った瞬間はどんな心境でしたか。はい、そうですねなんかピンより奥に打ちたいなっていう気持ちがあったのでちょっとダフったんであもうちょっと行ってほしいなっていう気持ちがあったんですけどまさか入ったのでびっくりしました。すごい驚かれてましたね。はい、ありがとうございます。なんかどういう風にプレイしてたっけとか優勝争いの時とか自分ってどういう風にプレイしてたのかなっていつもすごく考えててゴルフのことを考えると本当に辛かったので
分とトップの選手を比べるのが本当に怖かったので、こんなに落ちこぼれたんだなって自分を感じるのがすごく怖かったので、なかなかこう目をそらしてばかりで自分のプレーができずにいました。でも本当に周りの方に協力していただき、本当に体のケアだったりクラブのサポート、キャディーさん、あと家族だったりスポンサーの方、本当にいろんな方に迷惑をかけて本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど、優勝することができてちょっと恩返しできたのかなと思います。本当にありがとうございました。またこれに満足することなく、またたくさん勝てるように精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ゴルフ中継を延長してお送りしています。大改造劇的ビフォーアフターはゴルフ中継が終わり次第放送する予定です。涙を見ても村上さん、本当にこう周りの人たちが想像する以上に、まあそのゴルファー、まあ、村上さんもね同じあって、1アンダー89人が予選を通過しましたけれども、まあ、1アンダーの22人はあのセカンドカットが適用された結果、残念ながらプレーすることはできませんでした。まあ、だから賞金は加算されることになっています。